東京都医師会は高齢者施設での新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために職員への PCR 検査を週に1回程度定期的に行っていく方針を明らかにしました東京ではきのう290人の新規感染者が確認されました経路別では病院などの施設内が69人で最も多くなっていますまた、都は、 感染しししたた。人の死亡を発表しましたこうした中、東京都医師会は都とともに高齢者施設や病院の職員に対し週1回程度の定期的な PCR 検査を行う方針を明らかにしました。 感染したことに気づかずに働く無症状の職員を早期に見つけ施設での感染拡大を防ぐのが狙いですまずは感染者が多い地域の施設から始めたいとしています